岸田文雄衝撃通知のりこ様悲鳴。皇位継承、岸田中黒高市氏は男系維持のだし、女系も選択し、河野氏は有識者会議村長中黒自民総裁選皇位継承をめぐっては、政府の安定的な皇位継承のあり方を検討する有識者会議が7月。女性皇族が結婚後も皇室に残る、日皇族の養子縁組を可能にして、 旧宮家の男系男子を功績復帰させる一の二つを優先的に検討する方向を示した。河野氏はこれを踏まえ、有識者会議が今後、最終的に取りまとめる結論を尊重したいとした上で、広く共感を得るため、しっかり説明していくことが大事だと説く。かつて、男系維持にはかなりのリスクがあると述べ、母方にのみ天皇の血筋を引く女系天皇を含めて検討すべきだと主張したが、 現在は女系天皇について立場を明らかにしていない。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。これ保守層にとっては決して楽しい話ではないのに篠原キャップの解説はスッと入ってくる。運営者はリベラルよりなのに、左右に偏らずカズナガタンの事実を教えてくれるテレ東は本当ありがたいし、一番頑張ってほしいメディアですね。 伝えるべきところは伝えるといったテレ東さんの報道に真摯に向き合う姿勢は大変立派だと思います。わかりやすい丁寧な解説で助かります。実際はニアンではなくアンあったんですね。勉強になりました。一時資料に準する資料と共に展開する解説、さすが篠原さんです。今回の報告書の報道で一番公正な報道でした。 男系皇族の確保ということで旧宮家の男系皇族は養子として皇族に戻るのは旧宮家の同意があれば仕方ないのではないでしょうか。今後は宮内庁がしっかりと宮家の教育やお相手の調査を行い国民が敬愛できる皇室を存続してもらいたい。断じて二度と小室問題を起こしてはならない。次のニュースセクション。 国民に祝福される結婚を強く望んでいたが中黒中黒中黒加子様のお相手がすっぱ抜かれた秋篠宮家の想定外加子様の読んだ下級内調で騒ぎに秋篠宮よしこ273がエリート司会と婚約事実だとすればビッグニュースだが予兆は今年の歌会始めの儀にあったと言われている1月18日に開催された歌会誌でよしこさんは次のように読んだ 窓開くれば金木犀の風が入り甘き香りに心が弾む今回のお題は窓だったが、宮内庁の解説によば、秋のある日にお部屋の窓を開けると、金木犀の香りが風に乗って漂ってきました。甘い香りに触れて嬉しいお気持ちになったことを歌にお読みになりました、とのことだった。だが、週刊ポスト、2月11日号、で皇室ジャーナリストの渡辺緑はこう読み取れると語っている。 金木星は9月から10月下旬にかけて咲く花で、花言葉は、謙虚真実そして、初恋。10月といえば姉の眞子さんと小室圭さんがご結婚された時期と重なります。花言葉を鑑みても、眞、ま、子さんへの思いが込められたように感じました。激しいバッシングの中で自らの恋を貫き、晴れて結ばれた姉を金木星に見立て、そんな姉の結婚が、 甘木香織に心が弾む体験となったのではないでしょうか。姉の結婚をことぶきことほ、ぐうただと解釈しているが、実は、宮内庁ではこの歌をめぐって騒ぎになったというのである。いよいよか、と身構える宮内庁関係者も多い週刊現代、8月13中黒20日号で、で皇室ジャーナリストはこう言う。歌会始めは皇族にとって、お気持ちを表明する数少ない機会。 金木星の花言葉は初恋で。開花時期は9月です。昨年秋に結婚した姉の真子さんと同じように、初恋の人と新しい世界の窓を開けて旅立ちたいというお気持ちが読み取れます。そう思わせる背景に、ヨ子さんがこのところ以上、とも思えるペースで公務をこなし始めたことがあると収容現代は指摘する。昨年までは全日本牢瓦連盟の業務をオンラインで行うのみでしたが、今年は5月に、 緑の感謝祭6月に、産経児童出版文化賞贈賞式7月には北海道で、全国都市緑化祭に臨席されました。公務に積極的になられたのは婚約発表を前に少しでも国民人気を高めたいという気持ちがあるのではないか。せわしい活動ぶりを見て、いよいよか、と身構える宮内庁関係者も多い大手市中黒皇室記者、皇室を出て自由になりたいという気持ちは、 姉の眞子さん以上に強いと言われているヨシコさんだが、そのためには結婚する以外に選択肢はない。秋篠宮家というより、皇室のアイドルとして国民に人気のあるヨシコさんなら、結婚する相手はいくらでもいるだろうと思うのだが、実際は、これまで何度か、交際しているのでは、と噂になった男性はいたが、意外にもうまくいってはいないようだ。富士急御曹司。 同級生中黒中黒中黒新たなお相手は2015年に、女性自身がキャロライン中黒ケネディ中日米大、当時、の長男ジャック中黒シュロスバーグ氏とプライベートで会っていたと報じたが、進展なし。久人様裏口入学成功の方を受け、天皇陛下は秋篠宮殿下に激怒。 のりこさま、低学歴天皇はお静かにの方言で一触即発に皇室内でも騒動にこうした文春の合格報道を受け、ネット上では、事実上の裏口入学だ。といった批判の声が殺到していますがどうやら、この悠仁さまの受験問題に関しては、皇室内でも一悶着あったようです。今回の悠仁さまの裏口入学騒動に関して、最も深く憂慮されていたのは天皇陛下でした。 陛下は、将来、天皇家となる秋篠宮家の現在の状況に関して、強い危機感を持たれているようです。例えば、陛下は、昨年のお誕生日会見にて眞子さんと小室圭さんの結婚問題に関して、ご両親とよく話し合い、多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願う、ということを煽られたのですが、結局、秋篠宮家は国民の意見も無視して結婚を強行することとなりました。 悠仁様の高校進学に関しても、定型校進学制度を利用して筑波大学附属高校に進学されることについては、多くの国民から批判の声が上がっていましたからね。陛下のお言葉も意に介されないのりこか兼ねてから、悠仁様の進学先に関して、愛子様よりも後偏差値の学校に入れることを目標とされてきたというのりこ様で。すが。今回の悠仁様まの畜不合格に関しても、 さぞかし満足され、得意になられているのではないでしょうか。これまで、ハーバード大学を優秀な成績で卒業し、外交官試験にも合格された皇后中黒雅子さまに対して、紀子さまは強い対抗意識を持たれていました。紀子さまに関しては、ネット上では、学歴コンプレックスを持たれているのではないか。とはさされてきましたが、それも、雅子さまとご自身の学歴などを比較されていたためでしょう。 天皇陛下のお叱りは至極真っ当です。しかし、皇室内でも最高位にある方のご意見が無視されて、愚かで人迷惑な者の,の暴走が許されている、一体これはどういうことでしょうかこの不正ばかり繰り返し反省のない邪悪強欲な人間を無力化する方法はないのでしょうか現に当の高校の生徒や父兄や先生に大いなる迷惑がかかっているし、 今後はその迷惑がもっとエスカレートしていくではないですか国民に直接危害を加える特権階級などこの国に存在していいわけがありませんあまりのひどさに気が狂いそうになりますそろそろ国民は本気で無力化の方法を考えねばいけないのでは肝心親王は男系男子支持の方でしたが生まれたばかりの悠仁親王に対してはすぐに良い貸しづいくかけをつけるように あの両親には任せぬようにそうおっしゃってましたね。もっとも久人信王は先天的に何か障害が終わりのようですから、の宮様とは違った養育の仕方が必要なようです。HN はどうお読みするのでしょう。鳴政愛とは、小室事変までの秋篠宮支持者が近所ご一家を馬鹿にして口にしていた言葉です。ええ、雑誌とか愛誌とかイボとかね。 趣味の悪いあだ名や悪口がお上手でしたよ。陛下もそろそろ文人被着室を証明するために DNA 親子鑑定を命令されるべき時です。天皇家と秋篠宮家はもはや共存できません。陛下にとっては母方のいとこで一平民でしかない文人を皇族扱いしてきたことが間違いの始まりだったのです。秋篠宮家は三宅でもない山あげたい無本集団になり下がりました。 このまま違法行為、偽計業務妨害罪成立、であるなる人のために裏口入学ができる新制度を作らせたのりこの姓を見逃せば、永久に、令和の裏口入学皇族事件として、つくふえの提携公制度問題は論じられ続け。なる人にとっては、名刺代わりの有名事件となるでしょう。この裏口入学事件は、次世代の皇室の正当性に疑問符をつける危険的問題でもあります。 どんなに悪質な違法行為を犯してでも、学歴を買おうというもしいのり子の先民根性が、皇族の権威と信用を地に貶めるからです。国民としてできることはあらゆるチャンネルを使って、秋篠宮家が皇族にあるまじき、違法な存在であることを確認し合い、地元の国会議員に天板改正の緊急性を訴え、被着室皇族一家の即日違法と、男系女子の年市の宮様を皇太子にいただけるように、 微力でも声を上げることです。今の皇室には秋篠宮家という一部があるがため、二、日本国憲法第一条にある日本国民の総意ではなくなってきています。皇室は崇拝、ただし秋篠宮家全員を除くが、これからの保守のあるべき姿勢です。地区府へ入ったとして授業は全くわからずお友達はできないでしょう。そうするとますます不登校になるでしょう。 高校は小中と違い、出席日数が足りなければ卒業できません。また、成績のために卒業できないかもしれません。明治維新のテロですり替わった朝鮮人偽皇族の孫、ひもの韓国人部中黒小室恵子とキム中黒サラン、偽皇族時代も、孫にも衣装、でオートクチュールのドレスに帽子でも気品も神々しさも皆無だったが、一般人になったら朝鮮人白鳥、古事記階級、 の先祖返りしてあっちゅう間に見てくれも、30歳中年ヤンキー夫婦になった。アメブロシニアジャンルの中杉弘先生によると、マコと秋篠宮の本当の先祖は、千葉の朝鮮人漁師、日本の皇族とは全く関係ない、安在高行さんと永久は、売り二つです。安在高行さんは、道子さんの妹の亭主です。 さらにマコたち偽皇族と親戚の岸田中黒安倍たちは李の家という李朝鮮の末裔を名乗っているが、前週総家、韓国では李朝鮮の王族の末裔をこう呼ぶでも何でもない。中杉博先生によると、正田美て子が妹の夫の安在というおっさんと浮気して、秋篠宮が生まれたからそっくり、だそうだ。一日も早く秋さんの DNA 鑑定と銃の鑑定すべきです。長女の一休もね。 バカだからってイバッチャまずいし血筋がないのにイバッチャまずくないですか秋篠宮の DNA 鑑定が実現するのは、サラババーミテコが死んだ後でしょうね。生きている間は、何が何でも妨害するでしょうから。小室真子さん、ニューヨークでパパラッチの洗礼日用品の買い物を撃写され中黒中黒中黒、元プリンセスが普通に歩いてるって不思議、と心配の声イギリスで最も古いタブロイド紙のデイリーメールは、 裾を折ったジーンズにグリーンのロングコート姿のマコさんが19日に単身で店舗を訪れ、バスタオルやハンガーなど日用品を買い求めている姿を紹介。14日にニューヨークに到着して以来、初めて現地での姿が確認された。各国のメディアが二人の動向を追いかけることが明らかになったことに、ツイッター上では、マ、ま、コさん、パパラッチされてるな、アメリカは容赦ないからな。 元プリンセスが普通に歩いてるって不思議ストレスは少なそうに見えるけど幸せに暮らせているのかはとても気になる単純にマコさんの写真見れてよかったって思ったけどパパラッチに否定的な意見が多いからパパラッチって結構やばいのかなって思うってきましたな心配する声も寄せられていた護衛がいなくなった途端に道に迷い何度も同じところを行ったり来たりし人に尋ねてようやく帰り着いたという記事もあったな まあ自由な一般人に憧れていたらしいから本望だろうさ。経済的負担も一般人は自腹だらかな。こちらもそうしないと自由とは言わないぞ。今後の動向に注目だな。一時金は表向きもらわなかったしかし裏ではマンションや賃無料からすべてのレールが引かれた人生、公金横領生活王家国いもんだ。決して幸せにはなれないでも、よく考えると、このお二人は心が貧しくれですね。 こんな周りの目を気にした不自由な生活が、果たして本当に幸せなんでしょうか。私ならお金をいくら積まれても、こんな生活は低調にお断りします。国民から祝福されて、身の丈に合った文相王の生活が、一番の幸せだと思いますが。まあそういう意味では、真子さんという方は、誠に愚かで哀れな方だと思いますね。 秋篠宮のご体調に関するご懸念が上がっている。トースポーウェブ12月10日配信は、今月10日、定例記者会見で小室家について異例の説明要請をした西村康彦長官の発言の裏に、秋篠宮のご体調への配慮があったと報じている。秋篠宮のご体調への心配は、11月20日、56歳のお誕生日会見の事前収録でも明らかになっていた。 会見では、長女眞子さまのご結婚に関するご発言に注目が集まりました。殿下は、結婚することを認めると述べられ、お二人の結婚は確定的となったのです。秋篠宮殿下が公の場で、眞子さまのご結婚を許可する発言をされたの今回が初めてでしたので、とにかく記者も緊張してそのお話に耳を傾け続けたのですが、 例年よりもさらに解釈に時間を要する発言が多く中黒中黒中黒最も記者団を驚かせたのが、会見終了後の殿下のご様子であるという。殿下は収録が終わった後、しばらく席に呆然と座ったまま、時折目を左右に振られ頭を抱えられたり、ささやくような声で憤りを表されていたのです。収録時の落ち着いたご様子とは一転した雰囲気に、記者団は騒然となりました。やはり、 肉体的にも精神的にも限界を迎えていることは事実なようです。